ッタにレッドアイズがゾンビ化したやつがなぜか強化されてきましたので、こちらの方を対戦形式でどんな動きするのかなっていうのをご紹介していこうと思います。この声でレバテンは飛ぶ将軍、レバテンライダーの効果発動、これがレバライダーループってやつだ。イモータルドラゴンをシンクロ召喚、ギョガイリュウベルブランドをシンクロ召喚、レッドアイズアンデッドドラゴンドールをシンクロ召喚。お疲れ様です。カステラチャンネル豆腐です。ケンケンです。というわけで今回はディメンションフォース2022年1月の15日発売の遊戯王最新パックホットアイズですね。こちらにレッドアイズがゾンビ化したやつがなぜか強化されてきましたので、こちらの方を対戦形式でどんな動きするのかなっていうのをご紹介していこうと思います。このレッドアイズゾンビ形態なんですけど、古くはストラクチャーデッキで登場したレッドアイズのアンデッドドラゴンが元になっていて、前回、まあ、リターンズで、シンクロ化したりとかして注目を集めましたね。と、はい、いうことで、なぜか今回ですね、フェルブラントもゾンビ化するっていうことで、なんかストラクを強化して対決してみようじゃないかっていうところですね。ストラクをメインで、さらに改造を重ねて、デッキを組んできましたので、そちらの方で対決していこうと思います。元になったドラゴンストラク VS アンデッドストラクっていう形でやっていこうかなと思います。というわけでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ケンケン先行、手札からユニゾンビを召喚、ほう効果発動、うん、敵から5隻を墓地を送ることでレベル1つ上げます。はい、さらにもう1つの効果、手札から目隻を墓地を送ることでさらにレベル上げます。合計レベル5。なるほど。手札からアンデッドリボンを発動、ほう、どういうことか。墓地から同盟カールを除外することだろうと特殊召喚する、ほう、なるほど、強っ。5隻を特殊召喚、オッケー、5隻できた、どうぞ。5隻の効果発動、ほう敵からマッドマーダーを墓地を送る、ピエロはい、どうぞ。はい、そして墓地の目付きの効果発動、このカードを除外することでマッドマーダーを特殊召喚、レベル4の5月とレベル2のマッドマーダーでチューニング、レベル6イモータルドラゴンをシンクロ召喚、墓地の5月の効果発動、ほうマッドマーダーを除外することで手札からマルグルマズルを特殊召喚、あー神経、イモータルドラゴンの効果発動、ほうデッキから水木を墓地を送ることで、うん、オクトモンスターと自分の差のレベルになります。お、なるほど、2になるわけね。はい、OK、どうぞ。墓地の水木の効果発動、おこのカードを除外することで、うん、墓地を特殊召喚、なるほどね。2体のモンスターでチューニング、レベル10レッドアイズアンデッドドラゴンドールをシンクロ召喚、おー出た、神経。2体のモンスターでリンクマーカーセット、リンクにヴァンパイアサッカーをリンク召喚、おお、なるほどね。これ僕のターンをするよ。 OK、 豆腐のターン、ドロ。じゃあ手札から竜の霊廟を発動、はい、デキャラドラゴンとかモンスターを墓地に送ることができるので、アークブレイブドラゴンを墓地に送る、さらに竜の警告を発動、はい、手札からライト&ダークネスドラゴンを墓地に送る、デキャラドラグニティアームズレバテインを墓地に送る、さらにカードを3枚セットし、このままターンエンド、エンドフェイズ、レッドアイズアンデッドドラゴンドールの効果発動、おう墓地からアンデッドモンスターを特殊召喚する、墓地を特殊召喚、おお、なるほどね。そして特殊召喚したことでヴァンパイアサッカーの効果発動、おう1枚ドローする、おお強い、どうぞ。 OK、 経験のターン、ドロー。 OK、 スタンバイフェーズ、アークブレイブドラゴンの効果発動、このカードが墓地に送られた次のターンのスタンバイフェーズに墓地のレベル7、8のドラゴン族モンスターを特殊召喚することができる、この効果でレバテインを特殊召喚、レバテインの効果発動、墓地のドラゴン族モンスターを装備することができるので、ライターとダークネスドラゴンを自身に装備、これがレバライダーループですだ。ほう、これか。 OK、 どうぞ。 OK、 手札からアンデッドワード発動、ほうこの効果でフィールド墓地のモンスターは全てアンデッド族になる、なんだとマジで。 OK、 どうぞ。墓地のアンデッドリボンの効果発動、ほう除外されている目付きを激戻すことでこのカードをセットする、なるほどね。墓地の効果発動、うん敵から目付きを墓地へ送る、あー強い。墓地の目付きの効果発動、うん、このカードを除外することで墓地からユニゾンビを特殊召喚、なるほどね。ユニゾンビの効果発動、うん敵から目付きを墓地へ送ることでレベル1つ上げる、なるほど。レベル1となったユニゾンビと墓地でチューニング、レベル8ギョガイリュウベルブランドをシンクロ召喚、おお、あゾンビになってるこれレッドアイズ大事だね。どうぞ。ベルブランドの効果発動、モンスターを除外することができるのでレバテインを除外、
オッケー、じゃあその効果に対してリバースカードオープン。バーストブレースが打てねえんだ、ドラゴンじゃねえからえ、じゃあ崩壊もダメじゃん。あ、ダメですねドラゴンだからね。オッケー、レバテイン除外されます。で、装備先のレバテインが除外されたので、ライダーのダグネスドラゴンが破壊されて墓地に送られます。ライダーの効果発動、はい、フィールドのカードを全部っぱして墓地のモンスター1体を蘇生することができるので、アークブレイブドラゴンを蘇生しておきます。ドラゴンの効果発動、はい、このカードが特殊召喚に成功した時、フィールドの表側表示の魔法トラップカードを全て除外する。何？この除外した数かける200ポイント攻撃力上がるので2800になる。マジかよ。マジだよ。オッケー、どうぞ。墓地の目付きの効果発動、はい、効果を除外することでマゼラを特殊召喚。オッケー。そして落ち武者を通常召喚。ほう。バトル。マゼラでアークブレイドラゴンに攻撃。オッケー、2800同士なので相打ち。墓地のイモータルドラゴンの効果発動。ほう。アンデッドモンスターが破壊したとき、このカードを特殊召喚する。なるほど。ベルグランド2800でダイレストアタック。オッケー、2800受ける、残り5200。レッドレスアンジェットドラゴン2800でダイレストアタック。オッケー、2800受ける、残り2400。落ち武者1700でダイレストアタック。1700受ける、残り700。ヴァンパイアサッカー1600でダイレストアタック。1600受ける、ゼロ。ありがとうございました。いやー、なんか実質巨神リュストラフ VS みたいなそうですね。あー、だったらフェルグラント狙っていけばよかったな。なんかライダーを狙っちゃったんだけど、正直フェルグランドの方が良かったよ、ね、今フェルグラの方が良かった、フェルグラの対決の方が良かったね。はい、ありがとうございました。やっぱ面白いね、はい、セットモンスターでバンバン蘇生できて。そうですね、うん、綺麗です。で、まあ、せっかくなんでレバライダーのレシピとアンデッドのレシピをこの後ご紹介しようかなと思います。はい、アンデッドデッキのレシピがこちらですね。ドーンっていったところですね。基本的にストラグのカードメインで組んだ感じだね、はい、うん、で持って、まあ、そこに新規のカードを入れましたよっていう感じになってます。まあ、だから新規のレッドアイズをいかに使えるかっていうところに割とフォーカスしてる、デッキになってるかなと思います。まあ、だからレッドアイズ、ちょっと変わったレッドアイズ使いたいなっていう方はね、ぜひおすすめの形になってます。てか見た目めっちゃかっこいいからね。かっこいいですね普通におすすめだよねはい、という感じになってます。興味がある人はぜひ組んでみてください。で、持って、こっちレバライダーですね。まあ、懐かしの形で、これね、正直3タイプぐらい組んだんですけど、なんか一番ちょっと、まあ、ストラクっぽい感じ、なんか簡単に使える、あの簡単に回せる感じにした方がいいかなっていうので、今回はこのベースの形に、戻しました。他にもいくつか派生のパターン作ったんで、それも一緒に乗っけておきますが、こんな感じですね。レバライダーのね、自力がやっぱ弱くて結局初戦2600とかのモンスターなんですよ。2600のモンスターが無限に蘇生するだけなんで確かにそう、だいぶちょっと強い部分があって、じゃあそこを補うために他のドラゴン族とか入れようとかってすると、なんか今度はその初手のレバライダーの成功率が下がっちゃったりとか、微妙にレバライダーがフィールド吹っ飛ばしちゃうから、相性が悪かったりとかして、なかなか難しかったんですよ。で、最終的に考えたのが、黄金鏡と組み合わせるっていうのがあったんですけど、これもレバライダーじゃないなって確かになかなか難しいなってなったんですけど、はい、っていう感じでですね、3タイプぐらい組んでみたので、興味があったらぜひレバライダーね、可能性探ってもらえればいいかなと思います。というわけで、お相手はトーフとケンケンでした。よろしければホットアイズとか関連動画上がっておりますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。